うむ。お主たちが導いた剣の記憶、確かに受け取った。まずはキリト、お主の剣からじゃ。この紙に書かれているのが、この術式結びの句が。なんじゃ。いや、そうじゃなくてさ、確かあいつが使った完全支配術はリリースリコレクションだったかな。あ、そうそう、カーディナル。よいか、武装完全支配術の強化とは、武器の記憶を部分的に呼び覚ま、そして解放とは、言葉通り武器の記憶をすエルドリエの総輪弁の場合は、強化すると解放すると無知が蛇に変身して、そういうことじゃ。しかしさっ、記憶解放によって生み出される攻撃力、行為の人気ならばなおさら、敵のみならず自分わさ、時間がないぞ。ユージよ、そしてキリ、地獄の豪華に包まれるか、わしはもはや告げるべきすべてを。ありがとうございます。カアリスを元に戻してみせます。では。武具庫なんだから衛兵がいるだろうと思ったけど、そもそも。でも僕らの侵入はもうバレてるんだよね。実際余裕なんだろ。俺、つまり次に聖豪騎士と出くわすときは、せいぜいこの猶予時。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。ソルデリーナ先輩がここに来たら歓喜余ってそっと教会はいずれ自慢。逆だな。軍隊を作るためじゃない。多分ここにあるのは全部ジンアドミニストレーターは氷教会以外の。え、たとえどんなに強い武器を持ったとこ。つまり教会の権威を一番信じてないのは最高司祭様。いつまでも感動してないで。あ、どうするキリト、これだけあれば僕らの。いや、俺たち鎧なんて着たことないだろ。エルドリエとの戦いなんかで。確かにこのままじゃそのうち服だかボロ切れだかわからなくなりそうだね。よし、きっとこの服もそれなりの曰くつきなんだろうな。聖護騎士の攻撃を。そりゃ来た。さてとな。さてと。だけど。そうだ、
トガ人どもよ、我が炎の鉄槌を受けよ。左後ろに飛べ。キト、無事か。なんとか。今回は逃げられなさそうだね。やるしかない。行くぞ。戦闘開始。ジェネレートルミナスレール。ディスチャージ。勝てる。よし。
エンハンスアーマメント。これすごいな。あの弓は何が元になってるんだろうな。感心してる場合じゃないよ。生かして捕らえろと命じられているゆえ、貴様らを消し積みにまではせぬが、こうして支援球を解放した以上、腕の一本なりとも焼け落ちると覚悟せよ。断罪の炎をかいくぐり、その貧弱な剣を我に届かせられるかどうか試してみるがよい。剣でも玉切れも関係なしか。何か策はある。連射不可能、そう信じる。衝撃をどうにかして止めるから、お前が切り込むんだ。信じるって。分かった。フォームエレメント、シールドシェイプ、ディスチャージ。勝士貫け。自分で見つめていない。僕は未熟だ。青バラの剣の主にふさわしくないかもしれない。それでも僕にとって大切なのはただ。ユージよ。頼む。力を貸してくれ。青バラの剣。僕に前へと進む力を。